ラウール・デ・トマス・ゴメスは、マドリード州マドリード出身のスペインのサッカー選手。ポジションはフォワード。RCD エスパニョール所属。母親が、ドミニカ共和国出身のため、ドミニカ共和国籍も保有している。レアル・マドリード・スペイン人の父親とドミニカ人の母親の間に誕生。地元の CD3 ロケから2004年7月1日に、レアル・マドリードの株組織に入団した。 2013年からレアルマドリードカスティージャでプレーしているがトップチームのフォワードの層の厚さからトップチーム昇格の機会は訪れなかった。以降は経験は積むために武者修行の日々を送ることになる。レンタル遺跡の日々2015年8月31日、毎シーズンにセグンダディビシオンに降格したコルドバ CF へのレンタル遺跡が発表された。契約期間は1年間。 翌シーズンも同じセグンダ・ディビシオンのレアル・バラドリードへレンタル移籍。契約期間は1年間。そして2017年9月1日、セグンダ・ディビシオンのラージョ・バジェカーノへレンタル移籍。契約期間は1年間。この移籍は転機となり、2017から2018シーズンはレンタル先のラーヨで32試合24ゴール4、アシストを記録する大活躍を見せ、 2018年2月と4月には2部の月間最優秀選手にも選出された。最終的に得点を起こそ逃したが、ラーヨのセグンダディビシオン優勝とプリメイラディビシオン昇格の立役者となり、シーズン終了後には、ラーヨも完全移籍に動いたが、ラウール本人はレアルマドリード復帰を希望した。ラーヨでの活躍が認められ、2018年6月にラウールは、 レアルマドリードとの契約を2023年まで延長したことを発表した。レンタル契約満了により7月1日にレアルマドリードに復帰したが、8月24日、再びラーヨにレンタル移籍することが発表された発表された。ベンフィカ2019年7月3日、SL ベンフィカと2024年までの5年契約を締結した。移籍金は2000万ユーロ。 契約解除金は1億ユーロに設定したことが発表された。エスパニョール2020年1月9日、RCD エスパニョールと2026年6月30日までの契約を締結したことが発表された。デトマスの父であり、同姓同盟のラウールは、同じくサッカー選手であり、現役時代は主にセグンダ・ディビシオン B のクラブでプレーした。 デトマスの実定であるルベンもアマチュアサッカー選手として活動しており、ラージョバジカーノのカンテラに在籍していた。ありがとうございます。